ユースケアで最もストリーミングで再生されている日本人クラシックアーティストの一人であり、各国有力メディアから賞賛を集める作曲家、ピアニスト、小泉村翔。デッカレコードからのアルバム、シーズンズやジョン・レジェンドとのコラボレーションなど国内外で活躍を続ける彼が、最新 EP、ボーダーランドを3月15日にリリースすることが決定。先行シングル第1弾として、ワルツイン、デイドリームの配信がスタートした。本作は3月のワールドスリープデイと連携した最新 EP。好評を博した昨年の作品ドリームランド EP に続き、眠りをコンセプトとして新たに書き下ろされた3曲が収録されている。今回は全曲ソロピアノ編成で、浮遊感のあるメロディが印象的なワルツイン、エドリーム、シンプルな単調のフレーズで夢の中をさまよっているようなスリープウォーク、夢と現実の境目を描き出しているかのようなボーダーランドと、いずれも静筆に眠りの世界を表現した必調の仕上がりとなっている。デヴェンドラ・バンハートやジャイルス・ピーターソン、M83 といったそうそうたるアーティストからも熱烈な支持を集め、国際的な活動を続ける小泉村翔。2022年は映画ラーゲリより愛を込めて、桜色の風が咲くの音楽などで国内でも大きな話題を呼び、桜色の風が咲くについては今月からフランスでの公開も決定しているなど、今年の動向にもますます注目が集まっている。ボーダーランド2024年3月15日金曜日配信リリース。 https://akirakosemura.nk.2/ ボーダーランド